はい、皆さんこんにちは村長です前回にも一度ミュージシャンの YouTube ということをテーマにお話をしたことがありますそれもとってもたくさんの方もしくはコメントで「とっても役に立った」というようなお話をいただいたことがあります今日2023年になりましたが「今年こそは」と思っている方もたくさんおられるんではないでしょうか ででも、そう簡単ではありません。YouTube は登録者が1,000人になって年間4,000時間の閲覧があると収益化というプラットフォームに進むことができますがパッと YouTube を見た時にとってもたくさんのチャンネル登録者がいてる YouTube が目立ちますがでも収益化されているのは2%ぐらいと言われています。その中でも、 音楽の you の YouTube アップロードというのは全ジャンルの中ですからそこに目立つというのはなかなか至難の技ですしそしてメジャーミュージシャンがここ数年 YouTube 収益というのが悪くないということが分かってですねほとんどフルで楽曲をアップロードしているものも多くなりました。 何百万アクセスというのが当たり前のようなプロのミュージシャンですでもインディーズもしくは週末ミュージシャンの方も一生懸命上げていてもなかなか YouTube の成果が上がっていないのが現実ですそこらについて僕が経験したことそういうのをお話しします 僕も偉そうにはお話ししますが十数年間 YouTube をやっていますが伸びてきたのはコロナ禍になってからですそれまではライブ活動もしっかりしていましたし YouTube に耐えることなく音楽活動を仕事としてやってきたわけですがこれからはなかなかライブも簡単ではないというふうに僕は思いまして一から YouTube を勉強することにしました YouTube の指南チャンネルなどを片っ端から見直しました100や200では聞きません特に僕は YouTube マスター D さんのチャンネルも好きですけれども単に「ハあはあはぁはぁと思うだけではなくてかなり実践をしています今画面に出しているようなこう文字を大きくというような ことなどもものすごく研究をしてやりかけたところ半年ぐらいで300人が1000人を越すことになりました天狗になるほど偉そうなことは言えませんがそんな体験をお話ししたいと思いますミュージシャンの youtube の伸ばし方というのはですね今回は4つのテーマでお話をします他人との差別化できていますか あなたのターゲット層はどんなところに置いていますか自分というものを PR できていますかそして YouTube では一番重要と言われるサムネイルの重要性についてお話をしたいと思いますまず1個目の他人との差別化できていますかということですが差別化というのは音楽をいくら磨いても簡単ではありませんそういうい 音楽ののクオリティの高さだけでではないといととうことです。それは単なる自分の満足であってお客さんがどう感じてるかということが重要になります例えばどうしても DTM をやってるとあと1デシベルあと2デシベルというようにボリュームを調整したりイコライザーを触ったりしていますがお客さんにはそんなことは伝わっているでしょうか そのクオリティを上げている時間を YouTube の研究に当てないと自分がせっかく作った動画をたくさんの方に届けるというのはなかなかできません。これは収益化だけの話ではありません。あなたのターゲットはどこに置いていますか単純なジャンルとかではないです。僕はジャズに特化しよう。ロックをやろう。そんなことはよく考えてください。 聴く人というのはたくさんいるわけでジャズが好きな人はジャズが好きですしそれは十分自分の音楽の視聴回数が何万になるぐらいの愛好者というのはたくさんいるわけですそして皆さんはこのジャンルというのは自分でもある程度は絞っていると思うんですがそれがうまくいかないわけですもっともっと絞り込みをしていかないといけません 聞いてくれる人の年代。それはアナリティクスを見たらすぐわかります。どんな人が見てくれているか。そしてターゲットとしては僕なんかが今やっているのはピアノ教室の先生と NHK の毎月の月歌というのをやっています。これは間違いなく他の音楽動画よりも成果が出ています。ピアノ教室の先生のチャンネルは 100人ぐらいのチャンネルです。でも今まで約1年間やった中で数本のカバー曲が2万3万というような数になっています。普通の動画では考えられない、そんなような成果になっています。癒されたい人もいてるでしょう。そこらを少しずつ少しずつ狭めていくことです。料理の動画をしても単純に料理伝般という風にやって それでも受ける人というのはもう基礎からファンがたくさんいてて中華を出そうとラーメンを出そうとお弁当を出そうともうその人はいけるわけですそんな真似をしてもなかなか無理ですので絞り込みが重要になってきますそして音楽を伸ばそうとした時には視聴者があっての音楽発表ですので今どんな音楽が流行っているのか自分の 好きとか嫌いとかだけではなくってどんな世の中の商品でも売れるか売れないかというのはニーズがあるかということですニーズがないような音楽をやってそして伸ばそうというのはなかなか難しい話ですもちろん趣味でやってるという方はいいでしょうが伸ばしたいということであれば是非視聴者の方がどんなことを好んでいるか それはとっても重要です。響かないと聞いてもらえません。皆さんが音楽をやりかけた時は、彼女に歌を聴いてもらおうとか、おじいちゃんおばあちゃんのことを歌ってみようとか、そんな風に考えて音楽生活を始めたのではありませんか。それですけれども、YouTube ということをテーマに考えてみると、そういう大事なことを忘れかけている、そんな人も僕も含めて、 多くなっていますテクニックばかりに重視してそしてそれでなんとかたくさんの人に聴いてもらおうと思うよりターゲットをしっかり絞ってどうしたら響くような音楽が作れるかそれはテクニックじゃないところにあるということを考えてみてください。必ず受けている方というのは人気があるということです。 自分はブランド化できていますかということですね僕なんかの本名は中久保と言いますが中久保スタジオこれではですね埋まってしまいます確かに村長という言葉は別に僕だけじゃなくってたくさん使われています本当はもっと特殊な誰もが分かるような言葉を使った方がさらに良かったかも分かりません下手くそ DTMR とかですね 強烈なネーミングというのは大事になります。地域のライブとは違うんです。地域のライブ、そういうのはですね、仲間もあなたのバンドのことももうわかっていますし、聞かなくってもこのバンドはロックバンドだとか、このバンドはホークソングを歌ってるとか、そういうのを知ってるわけですね。でも、YouTube というのは相手もそうですし、 あなたもどんな人が聞いてくれているかっていうのは全くわからないわけです。そんな方に聞いてもらうことが重要です。僕もそこそこの数は伸びていますが、約8割は YouTube が紹介してくれた、いわゆるおすすめ動画、そういうところから見てくれているわけです。SNS でももちろん Facebook、Twitter、そういうところで必ず PR はしていますが、 そういうところから見てくれる人というのはもう今の数になりましたら10%未満です SNS に投稿してそしてそこから飛んできてくれている人まあそれでも飛んできてくれたらいいですが大体いい YouTube が伸びていない人は Facebook のいいねはもう50人ぐらいいいねしてくれてるのにその時点で YouTube を見たら YouTube は閲覧数3人とか5人とかそういう方がとっても多いですいわゆる SNS 頼みで自分が一生懸命 PR するしか結果が出ないわけですそれは SNS はギリいいねというのがあるからですいいねをたくさんやってくれてもその人が ちゃんと自分の音楽を聴いてくれているかということとは全く別の話だということを認識する必要があります。ですから有名人の真似をしても知名度が全く違うわけです。その方法ではダメですし、動画も。 とってもかっこよく芸能人のプロモーションビデオのような素晴らしい動画を作っている方をたくさん見受けますがそれをやったところで自分というものはまだ知られていないわけですですから次のテーマのサムネイルということが重要になっていくわけです皆さんの音楽が仮にとっても素敵であってもクリックをしてもらわないことには YouTube は見られることがありません。聞いてくれることもありません。お客さんも判断するのはサムネイル以外何もないわけです。その人の音楽性とかそういうようなことは聞いてからわかるということです。SNS のように皆が知り合いであったり、まあ Twitter の場合は少し違いますけれども、何がしかのあなたを知っているというのと、 今回出した楽曲というのは誰も知らないわけですから知らない人にも届くということがとても重要になってきますですから訴求のワードがとっても重要になります激アツとか誰もがわかるとかそういうようなキーワードを埋め込んであ、ちょっと見てみようかなというような そういう気持ちにさせないことにはあなたの楽曲制作でイントロは重要だからと言うてイントロをとってもかっこよく作ったところでイントロすら聞いてもらわないわけですから必ずサムネイルが大事ですし僕も先ほど言いましたように10年間300人にしかならなかったものを約半年以内に1000人到達したのはそれは結論的には サムネイルもうそれだけだと言っても過言ではありません。自分がどんなに楽曲の特徴とかテクニック自分の差別化できることギターが上手だとか歌が得意だとかそういうこともちゃんとサムネに表現しないと楽曲名作詞作曲〇〇って○○って言われても 自分のことを知ってくれてる人はいないわけですから名前なんて二の次ででいいわけです自分がもし得意とすることがあるのならばそれをサムネイルに埋め込むことが必要ですじゃあ僕は今までもなんとか2021年22年はそれなりの成果が出ましたが2023年はどうするか。 それはですね僕の優位性というのは時短ということをテーマにしていますですから皆さんの持っているプラグインよりも時短できる e ージーシリーズや UJAM そしてまだまだ他でバンドインナーボックスもそうでしょうしもう時短ということが分かった瞬間は考えるより先に買ってるぐらいですそして もう一つは自分もそんなに音楽の基礎理論があるわけではなく仕事としてはやっているもののそれはプロのミュージシャンの人に教えてもらったりするだけで楽譜もそんなにきっちりも読めないわけですしもちろん演奏も素人並みですやはり僕のターゲットは初心者の人を中心にそしてトリッキーな 面白いチップスが見つかったときは、それは上級者の人に伝えることもあるでしょうが、そういうことです。赤文字で記したように、僕はボーカルのハーモニー、これを2023年のテーマにしようと考えています。約10年間のプロ生活で、たくさんのシンガー育てというのをやっていました。この中になってからは、もうほぼ止めています。 でもデビューをした人のレコーディングそして自分が少しアドバイスをした人がテレビに出演したり YouTube が爆伸びしたりそれはどちらかというと楽器のことではなくてほぼほぼボーカルのことです自分の仲間のすごく尊敬できるようなアーティストに教えてもらってそれの受け売りです それをしっかり自分の頭に叩き込んで僕自身はいい声でもないですので歌はあまり歌えなくっても今までたくさんの若いシンガーさんでカラオケ少女というような人を一歩ランクを上げるためにいろんな抑揚であったりとか間合いであったりとかそういうことを伝えてきましたそして2012年には島村楽器の「 トレコンというコンテストでファイナリストになってプロ生活を始めたわけです。その特徴を活かすにはどうしたらいいかと年末に考えたところボーカルハーモニー。このハーモニーということは3つの専門的なハーモニーソフトをフル活用しようということです。最近ではウェーブスハーモニーであったりとか ちょっと高級なハーモニーエンジンというハーモニーの王道的なソフトも持ち合わせていますそれらをうまく使うためにお正月に今画面にあるようなロゴも作ってみました真ん中にメインのボーカリストがいて周りにハーモニーがあるというようなことをイメージしたこのロゴこれを2023年のテーマにしようとそのハーモニーが 少々賑やかすぎる。ちょっとトリッキーだな。あまり良くないな。そんな風に評価されても、もう何が何でも村長の音楽はハーモニーが面白い。この路線というのを最低でも1年間続けてみよう。そんな風に思っていますし、また解説動画もそういうところに力を入れていこうと考えています。そして、 ハーモニー尊重をやりますみたいなこのイメージと印象付けを皆さんに焼き付けることこれが重要になりますそしてハーモニーを選んだもう一つの理由というのは先ほども言いましたように音量が1デシベルどうだとかコンプがいいのを使ったとかそういうようなことは一般の人には分かりにくいですよねでもリバーブとか 音源が特徴ある。例えば、ニコが入ってるとか、ハープが入ってるとか、そういう特徴的な音源。その一つとして、僕は自分の得意なハーモニー。これを中心に一度やってみようと思ったわけです。今、画面にお正月に作りかけた、まだ半日ぐらいしか手を入れてない音楽があります。もちろん、楽器も仮ですし、 歌詞もこれが最終作品ではありませんがちょっと聞いてみてください。 こんな感じです。この曲が受けるか受けないか、うまいか下手か、そんなことはわかりません。でも、ここにハーモニーをつけるだけで、一気に一般の人が聞いて、あ、ちょっとかっこいいな、みたいなことがわかる楽曲になると思います。今は誰でもが作れそうな歌です。でも、ちょっと聞いていただきましょう。 はい、どうでしたでしょうか完成度が上がったような多分一般の人はそういう風に聞こえると思います DTM をやっている人にとってはなんかごちゃごちゃになったなとかツッコミどころ満載かも分かりませんが一般の人は簡単に「あ何か変わったなちょっと面白いな」こういうことにつながるそれはリバーブであったりとか そしてこ,ういうハーモニーこれらをうまくやることで尊重マジックのような形に皆さんを心躍らせやすいという方向になるのではないでしょうか今日のまとめですが4つのお話をしました「他人との差別化できていますか?」ということですそしてターゲットを絞っていかないと 音楽全般というようなことではなかなかファンがつきにくいですターゲットを絞っていくと子供用の歌面白い曲そういうのが好きだという人だけはまず自分の方に注目をしてくれやすいですそして YouTube だけでもいいですから自分のバンド名とかねバンド名かっこいいバンド名の方もおられますがそのバンド名よりももっと 注目されるブランド名というのはないかということを考えてみてくださいそして何が何でも何が何でもサムネイルですクリックされないと何も話が進みませんのでそこは重要ですそして僕も結果につながってますですからそこらをやることと単に音楽ができたからそしてそれを YouTube にアップする というのではなく動画作るのは当たり前ですよねスライドショーの人もいてるだろうしものすごくかっこいい人もいますけれども youtube を伸ばすには僕が今回こう資料を作っていますよねこういうのは解説だからこうやってるんですけれども皆さんは音楽をアップしようとする前にサムネイルをどうしようかそこからまずスタートしてくださいもっと言えば 楽曲作る前にサムネイルが決まってるというのは案外いいかも分かりません今日は2023年の冒頭に僕が今回やっていきたいことと皆さんに YouTube を伸ばしてもらいたいそういうお話をさせていただきました「村長スタジオ」でした